日本のプロ野球界が全面的な再編に揺れたのは2004年6月13日の日本経済新聞の一面スクープで報じられた近鉄とオリックスの合併から20年が経ちました。この再編はパシフィックリーグ、パリーグがセントラルリーグ、セリーグの読売ジャイアンツとの公式戦を開催する力を強化することを目的としていました。過去20年間でかつてゴールデンと呼ばれたジャイアンツの地上波放送の数は大幅に減少しました。 現在、世間の関心は、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手などが活躍する、アメリカのメジャーリーグ・ベースボール、MLB に移っています。このプレッシャーの中で、日本のプロ野球界は生き残るために、地方密着戦略にシフトしました。しかし、これは観客の高齢化や、子供たちの競技離れという問題を、解決するものではありませんでした。再編の時期から、日本のプロ野球の未来は、明るいとは言えません。 近鉄とオリックスの合併は、日本のプロ野球界にとって大きな出来事であるだけでなく、10チームの1リーグへの移行についての懸念も引き起こしました。再編の時期に、大英は親会社の問題でチームを手放さなければならず、結果としてソフトバンクが買収しました。また、ロッテや西部もチームを手放す可能性がありました。そのため、パリーグが4チームに減少し、運営が成り立たなくなる可能性があり、10チームの1リーグ制が提案されました。 しかし、過去20年間で観客数が増加し、カープ女子に代表されるように若いファンも増えてきました。実際、上原、里崎、古田などの元プロ野球選手の YouTube チャンネルはトップクラスに位置しています。減少しているのはスポーツ感染者の総数であり、NPB は依然として人気のあるスポーツの一つです。多分、B リーグだけが顕著な成長を遂げているでしょう。さらに、ジャイアンツは大きな影響力を持っており、 セリーグとパリーグの間に大きな財政的ギャップを生み出しました。ジャイアンツの試合は1試合で10億円以上の放映権料をもたらすことができますが、パリーグのチームはジャイアンツの魅力がなく、しばしば赤字に直面し、親会社に補填を頼らなければなりません。報道によれば、近鉄とオリックスの両方が、球団運営で300億円を超える赤字を出し、親会社が補填していました。合併が行われると、セロク、パゴという不均衡なリーグ運営が発生し、 パリーグの価値と魅力が大きく損なわれる可能性がありました。そのため、一リーグ構想が浮上したのです。その中で、大谷翔平選手は、日本だけでなく、アメリカでもその名を轟かせるスターとなりました。2023年の WBC での大谷の素晴らしいパフォーマンスは、特にアメリカのメディアである、ドジャースネーションからの世界的な注目を集めました。スポーツ界だけでなく、個々の趣味においても、多様化がますます進んでいます。 そのため、かつてのように、ジャイアンツの試合だけを放送するという考え方は、もはや適切ではありません。昔はセ、セリーグがジャイアンツの試合放映権料から、利益を得ていたのは事実です。そのため、ジャイアンツには、非常に大きな力がありました。この放映権料は、その時点で実質的に消失し、他のチームは、そこからより努力を始めました。現在、観客数は、以前よりも多くなっていますが、それは、ジャイアンツや阪神以外のチームの観客が増えたためです。 これは、プロ野球がもはやジャイアンツに過度に依存していないことを意味します。振り返ってみると、当時の議論や再編は、プロ野球界の何かを変えるために、必要だったのかもしれません。観客の中には、若者も多く、ファンの高齢化は、もともとの人口動態と比較しても、大きな変化ではありません。改めて強調したいのは、趣味の多様化により、他のチームや大リーグ、他のスポーツを、敵とみなすべきではないということです。 それよりも、真の敵は、世間の関心であることを理解する必要があります。したがって、チーム同士が必要な部分で協力し合い、一緒に発展していくべきです。試合が地上波から消えたのは、東京の大手テレビ局に限られており、関西、東海、愛知、岐阜、三重の三県、北海道、仙台、広島、福岡では、試合は依然として放送されています。特に関西では、3テレビのおかげで、阪神タイガースのブランドは、依然として強力です。 さらに、試合は BS チャンネルで無料で視聴でき、パリーグファンは PA リーグ TV を通じて安価で視聴することができます。重要なのはジャイアンツへの依存から脱却することです。様々なチームが発展し、ファンを引き付けることは良いことです。ジャイアンツが野球界の中心であるというのは過去のことです。地元にチームを配置した結果、地域社会と緊密に結びついたチームが増え、スタジアムは常に満員になっています。 これは、どこでも応援席が真っ赤に染まるカープの例が、一番わかりやすいです。大阪ドームの観客数も、著しく増加しました。地上波テレビは必要なく、BS チャンネルだけで十分です。家庭内でも、各人が異なるテレビやコンピュータで楽しむことができます。現在でも、多くの若いファンがいます。例えば、西部のケースでは、若者や家族、オフィスワーカーが多く、都市中心部から離れたベルーナドームに、平日でも訪れています。 過去にはテレビがジャイアンツの試合だけを放送していたとき、パシフィックリーグ、パリーグの試合の観客数は非常に少なく数えるほどしかいませんでした。しかし今では全てのチームが多くの観客を持ち、週末の試合は満員でチケットが完売します。パリーグは PA リーグ TV のような協力体制を確立し、リーグ全体のプロモーションキャンペーンを容易に実行できるようにしました。しかしセントラルリーグ、セリーグは各チームが強力な基盤を持っているため、 協力するのが難しいという問題があります。もしセントラルリーグとパシフィックリーグが協力してコンテンツを共同で開発できれば日本の野球はもっと魅力的になると信じています。昭和時代、大阪にあった3つのパリーグのチームの時代には多くのファンがラジオ放送や週末のテレビで日中の試合を見ていましたがしばしば中断され結果は新聞の記事やプロ野球ニュースでしか知ることができませんでした。 今では全ての試合を終了まで無料で見ることができるようになり、ファンはこの時代が到来したことに喜びを感じています。以前は親会社がチームをスポンサーすることを LINE サービスの一部とみなしていましたが、今では企業がこれを真剣なビジネスの一環として見ています。近鉄が消滅したことにはまだ悲しみがありますが、南海や阪急のようなチームが数十年にわたって努力してきたことに感謝しています。継承されたチームは力強く成長しています。 現在の時期が衰退だとは思いません。メジャーリーグに選手が移籍することを心配する必要はありません。個々の選手を追いかけるのが好きなファンもいれば、チームを応援するのが好きなファンもたくさんいます。これが野球の強みです。実際、プロ野球について悲観的になる必要はないと思います。家族全員でテレビでジャイアンツの試合を見る時代は過ぎ去り、今では各個人がスタジアムで試合を観戦したり、スマートフォンで視聴したりすることができます。 チームは新型コロナウイルスによる危機を乗り越え、それでも観客を引き付け続けていることは、本当に賞賛に値します。将来的には、WBC やオリンピックのようなイベントが引き続き、高い視聴率を獲得し、若い世代の関心を引き付けるでしょう。その関心を、プロ野球に向けることが必要です。また、高校野球にも注目する必要があります。様々な問題が、徐々に改善されているとはいえ、改善の速度は、まだ遅いです。 若い世代が野球に関心を持たない問題については、高校野球や少年野球を改善するための対策が必要です。WBC が注目を集めるのは、大谷やダルビッシュ、ヌートバーなどの選手に、メディアが焦点を当てているだけではないでしょうか。それでも構いませんが、ジャイアンツファンだけが心配しているようで、他のチームのファンは、ジャイアンツが支配していた時代に比べて増えています。さらに、ジャイアンツのファンの大部分が、年々高齢化している可能性があります。 日本のプロ野球の未来について話しているときに、メディアが大谷の報道に集中しているため、他に方法がないのです。もし本当に心配しているなら、メディアが日本のプロ野球にもっと注意を払うことを願っています。12チームで約1000人の選手がいることを考えると、大谷の国際大会での素晴らしい成績を報道することは重要ですが、彼だけに焦点を当てるべきではありません。ファンも日本のプロ野球の未来を恐れるべきではありません。 全体として、日本のプロ野球は、依然として世界のトップクラスにあります。WBC のような大きな大会があると、野球は依然として注目を集め、一定の視聴率を獲得しています。出生率の低下や、娯楽の多様化が進む中でも、日本のプロ野球は、依然としてその地位を保持していると言えます。ジャイアンツの試合の放映権に依存するビジネスモデルは、試合のチケット販売、グッズ販売、スタジアムでの広告収入に重点を置く、新しいモデルに長らく転換しています。 以前は観客が少なかったパシフィックリーグの観客数の増加は絶え間ない努力の結果です。人口の半数以上が野球に興味がないのは普通のことですが残りの層が小さなスポーツと比べて野球に興味を持っているという事実は大きな成功です。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。